はい、どうも亮平です。よろしくお願いします。はい、じゃあお名前をお願いします。早坂修太と申します。早坂さん、はい、はい、お願いいたします。お願いします。じゃあ早速ちょっと使ってるグローブ前にこうやってドーンって出していただいて、おっ、これはたまらんグローブですかね。そうですね、たまらんグローブですね。はいはいはい、ちょっといいですか、お借りしても、はい、Z のこれは親指側ラベルですね。源田選手モデルオーダーですね。そうですね、これ友達からもらったグローブで、あ、じゃあ刺繍あんま出さない方がいいのかしかもウェルダーラベルなんで、あのシリコン系の Z のラベルなんで最高級のやつじゃないですか。はい、それをいただきました。おお、いい友達持ちましたねこれどういった経緯でもらったんですか。中学の同級生なんですけど、うん、あの僕は独立リーグ入るにあたって使ってくれっていうことで、ぜひっていうことで、とんでもない、とんでもない方にインタビューしてますね、僕ね、今ね。やばい、これは。ありがとうございます。ちなみに独立はどちらで。高知ファイティングドッグス。おお、はい、藤川さん。そうです。かぶってます。かぶってないです。でも一度、あの解説で来ていただきました。ああ、はい、ちなみにおいくつですか、今。今24です。あ、全然若かった。貫禄出てたから申し訳ない。もうちょっと年上だと思っちゃいます。独立やってたの何年ぐらい前。1年だけなんで、2022年のシーズンですね。の1年間。1年間。今はもう公式はもうやってないです。ああ、臭いときは。はい、やってない。そうです。なるほどです。じゃあちょっと、源田選手モデルの、はい、ここは多分、人それぞれ形ちょっとずつ違うと思うので、はい、この源田選手モデルのこだわりは何かありますか。源田選手のグローブ使いつつ、サードを守ってたことが多かったので、結構僕は深めにしてました、ね。うん、まあ、言い方悪いと、固まってないけど、言い方いいとオールマイティなのが源田選手モデルですね。そうですね。あの、深いんですよ、実は。はい。Z さんの YouTube だと、うん、なんか今見選手モデルと比較すると浅いっていう表現をされてはいるんですけど、うん、広いので深くもできるんですよ、ね。そうですね。まあウェブ下でも撮れるし、薬指下とかにもポケット、さっきちょっと触らせてもらった時にくぼみがあったんで、はい、多分どっちでもいけるようなのが源田選手モデルなんで、それを特徴を生かしてる。すごいですね。なるほどです。じゃあ今日この後もね、はい、このグローブでインプレーしてください。はい、はい、ありがとうございます。はい、ということでお次の方に来ていただきました。お名前をお願いします。荒木よしきです。荒木さん、はい、はい、よろしくお願いします。あのね、荒木さんも今お声掛けさせていただいた時にすごいグローブを持ってたのでちょっとぜひ前にドンと出しちゃってください。はい、親指側見せていただくと、これは水のプロ、はい、ミップです。 5DNA テクノロジーで、はい、これは坂本選手モデルですか。いや、あ、違う、ちょっといいですか。はい、あ、はい、ありがとうございます。そうですね、あの、この水のプロのマークにここにね、ベルトにあるってことは 5DNA テクノロジーで、ちょっと H ウェブだったんで坂本選手モデルかなと思ったんですけど、ここにね、指掛けの部分が入ってるみたいな感じなので、ちょっと違うかなっていう、うん、結構縦めに使ってますね、グローブ。あ、そうですね、深めに、うん、取りたいんで。でもボックスじゃない深めなんですよね、うん、親指がちょっと下に下がるような感じの閉じ方で、すごいな。だから握り替えもしやすそうですね、うん、そうなんですよ。ボックスじゃないけど深いかなっていう、はい、一点集中型だ、はい。そうっす、東京の方行ってなんか買ったんですよね。お、高校の時に買って、はいはい、で、ずっと使ってたんで。ちなみに今、おいくつですか。今21です。じゃあ、今21歳ってことは、はい、で、高校1年生の時に、高校3年生の時に買い替えたんですよ。あ、最後の最後に、はい、1個前がドナイヤの、おお、山田哲人選手モデル使ってて、確かにちょっと似てるかもしれないですね、型のイメージ的に。すごいな、水のプロ、こんなにやっぱ馴染みますね、しっとりしますね。皮がいいんで、いいグローブだ。ありがとうございます。はい、そうです、ありがとうございます。じゃあ、はい、このグローブで引き続きお願いしてください。はい、ありがとうございました。はい、それではありがとうございました。ありがとうございました。はい、じゃあお次の方に来ていただきました。お名前をお願いします。平井コースです。平井さん、はい、はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、使ってるグローブが今ね、時の人のグローブですよねということで、あの、見た瞬間に僕は今、あ、何々先生モデルねって言っちゃったんですけど、そのグローブちょっと前にドンと出していただいて、多分型は大谷選手モデルじゃないかなと合ってます、はい、よかったー。ちょっといいですか、お返しも、はい、アシックスの大谷翔平選手モデル。アシックスは一昨年かで切れちゃってますけど、はい、いや、いいですね、これは。多分日本ハム時代のかな。あ、そうです、そうです。イエローのカラーリングですね、はい、あ、でかいですね、結構大きいんですよ。うん、これ高校生の時に。そうですね、高校の時に買いました。おお、今何歳ですか。21の代。21の代で、高校2年生とか3年生の時に。そうですね、2年の時に買いました。なるほどですね。高校2年生の時に21、だから16歳の時に買った。16、17の時に買ったから、はい、まあ5年ぐらい、はい、
4、5年使ってる感じで、はい、特徴とかこだわりとかってちょっと縦だけど完全縦じゃないですよ ね、ちょっと横気味の縦にしたかったんですけど、うん、ちょっと横になっちゃいました、まあ、じゃあ結構巻き込むタイプでピッチャーも、いや、まあ、あ、そうでもないですか、そなんかこうやって持ってたらだんだん横になっちゃったみたいな、あ、そうっすね、結構フィットはして投げやすそうだなっていうような、はい、さっき持たせてもらった時に感じがしましたね。で、まあ、あと大谷選手モデルといえばここのね小指のバックスタイル部分がちょっと特徴的、かぶさってるんですけどここにちゃんと切れ込みがあるので隠れてるけど曲げやすいっていうのが大谷選手モデルの特徴なので、これもねもう今はでも作れはするだろうけど今は本人使ってないんで、はい、そういった意味ではプレミアものなのかというふうに思いますのでね、これも引き続きちょっとピッチャーですか、ピッチャーです、じゃあこれで剛速球投げ続けてください、はい、すいません、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、じゃあお次の方に来ていただきました、お名前をお願いします、はい、青木俊雄と申します、青木さん、はい、よろしくお願いします、お願いします、じゃあ今グローブ紹介やってるので前にドンと出していただいて、はい、お、これはルイスビルスラッカー、はい、そうです、なかなか渋いの使ってますね譲り受けた中学校2年生の頃に、まあ、自分で買ったわけではないんですけど、はい、ちょっともらいまして、ずっと使ってるやつがあります、なるほど、ちょっといいですか、はい、ありがとうございます、これは珍しいな、今もうルイスビルスラッカーのグローブ見ないですもんねそうですね、割とめちゃくちゃ珍しいですねで、これってオールラウンド、そうです、そうです、ですよね、一応、はい、で、このウェブもなかなか見ないので T 字の今はもうちょっとここが薄くなっちゃったりとか、あ、まあ、あとはないオールラウンドで確かにこのウェブも見ないのでこれは珍しいなとありがとうございます、こだわりとかってありますか、そうですね、まあ、一応オールラウンドっていうことで、うん、まあ、こういった回でもどこでも守れるように、う、ね、はい、まあ、一応結構長持ちしてるので、うん、まあ、革製品は持ちますからね、はい、変なことをしなければ革製品は持つんでそうですね、何年ぐらい使われてますか、今、そうですね、15年ほど、おー、はい、すごい、でも譲り受けたってことはその前も使われてたってことですかね、そうですね、一応知り合いの方が使ってて、たみたいで、はい、で譲り受けたんでもっと長いってことですよね、そうですね、おー、物持ちがいい、ありがとうございます、じゃあもうね、でも全然まだまだ使えそうなので、このグローブ、もっともっと使っていってください、かしこまりました、はい、はい、ありがとうございます、今日はありがとうございます、はい、ということで、2本目のグローブ紹介をさせていただきました、今後もね、まだまだ続くかな、まだ撮ってない人いるので、撮っていこうというふうに思います、はい、この動画が良ければチャンネル登録、コメント、グッドボタンよろしくお願いいたします、それでは、ありがとうございました。Yeah.